球開幕から1ヶ月。そんな中、本日のゲスト鳥谷敬さんからのハテナです。まあ、野球で、まあ、1塁2塁3塁ってあるんですけど、当然まあ幼少期からやってて当たり前のように1塁に走って2塁に走って3塁に走ってってやるんですけど、結構子供と一緒にやったりとかしたら、ベースがあったら反対側に走る子とかも全然いるんですね。あの並び逆でも1塁2塁3塁でも、まあ、ホームでも成り立つのに、どういう流れでそうなったのかなっていうのは疑問というか知りたいなと思いますね。さあ、ということで今朝は野球なぜ左回り、反時計回りなのかという鳥谷さんからのハテナです。これ確かに私小学生の時に授業で体育の授業でやった時に間違えてこっちに走っていきそうになったりとかしたんですけど、います、います。はい、鳥谷さんどうですか、これ現役時代もなんで左回りと思いながらプレーされてたんですか。そんな思いながらやってました。現役時代は思ってないですけど、まあ、でもちっちゃい頃は別にどっちでも一緒じゃないかなって思ってても、まあ当たり前のようにね、左回りなんで。でも右打ちだったら逆に三塁の方に走った方が体の流れ的になんか走りやすそうな感じがしますよね。ルール違反ですけどね、それはどこ行くのにならないのかな、そうなると、うん、さあ辰田さん、これなぜだと思いますか。いや、僕はね、昨日それこれを聞いて、はい、方角かなと思ったんですよ。うん、方角って野球場とか陸上競技場って結構方角によってちゃんと決められてる球技場とか多いんで、例えば西日が入りやすいとか、うんうんうん、そういうのちゃうかなみたいな、どうかな。なるほど、うん、さあ、そこそこいい線いってる。予想は正解なのかどうかちょっと見ていきましょう。うん、左回りは野球だけではないそうで、陸上もですよね。そうなんですよ、陸上のトラック。トラヤさんのおっしゃる通り、陸上、あとはスピードスケート、オートレース、競輪、競艇、もういろいろなスポーツで左回りなんですよね。タスタ君の答えが合ってるかもね。これ合ってるかもしれない。これ理由に共通点があるんですよ。今回はですね、スポーツ文化評論家の玉木さんにお話を伺ったんですが、玉木さんによりますと諸説ありますが、まあ、まず一つの例としては心臓が左側にあるために心臓を内側にして守るように走る方が楽だからという説。そう、他にもですね、右足の人が多いので軸足が左の人が多く、左重心となるために右回りの方が走りやすいという説。今日より走りにくいかもしれない、はい、こんな説があるんですが、横須賀さん、これどちらが正しいと思いますか。どっちもじゃないんじゃね。もう辰田さんの説は脱落したんですか。ここでもう今のところ全く出てきてないですね。昨日からせっかく一生懸命考えてね。中西さんはどちらが正しいと思いますか。うん、僕はもう心臓なんかな。やっぱ僕もラグビーやってて、こうグラウンド回ったりするときは絶対左側を内側にしてっていうのはやってました、やってた、そうやってた、確かに。ここまで見て鳥谷さんどうですか。うん、いや、心臓じゃないかなと思うんですけどね。はい、さあ、玉木さんによりますと、うん、違う、どちらも違うとのことですので、まだ松田さんの可能性はあります。さあ、気になる玉木さんのおっしゃる最有力説なんですが、こちら、人間の目が左から右へ動くものを追うのが得意だからということで、辰田さん残念。なんだそれ。まあ、確かに文字も左から右に書くのが世界の主流ですし、数学の数直線、まあ、物差しの目盛りなんかも左から右に数が増えていきますよね。この見やすさというところがスポーツにも利用されているようで、こちら、まあ、陸上のトラックで言ったら手前を走る人って人間の観客から見たら左から右に走っていきますよね。で、野球もちょっとこれ難しいんですけれども、そうか、どこから見ても左から右に走ってるんだ。一塁で見てる人は一番手前の選手っていうのは左から右に走りますし、同じようにライト、レフト、三塁も一番手前の人は左から右に走っているように見えるんですよね。まあ、ただこれ観客から見て手前の走者じゃなくて奥の人は逆じゃないっていう話になると思うんですけれども、これ実は遠ければ逆になっても問題ないんだそうです。はい、せこいな、せこいな、せこいな、入りました今。はい、遠くになったらもう逆になったとしても見やすさには問題ないということなんですよね。で、これ例外もありまして、
競馬場、競馬場では右回りも混在しているんですよね、うん、ただこれもやはり左から右に動くものが見やすいという説が適用されていまして、うん、競馬場って実はこの外側に観客がいるだけじゃなくて内側に観客席がある競馬場もあるんですよね。ということで内側から見たらやっぱり左から右に走っているように見えますよね。この右回り、時計回りで馬が走っていたとしても内側から見たら左から右に走っているように見えるということで、はい、玉木さんの説によりますと、うん、動くものが左から右に動くものを人間は見やすいから野球は左回り。ちょっとだけ疑問に思っちゃったんだけど、はい、日本語のさ縦書きって右から書いていくじゃん、はいはいはい、左に流れてこない？あれ逆じゃん。そうですね、日本の縦書きはそうですね、逆じゃんっていう、うん、それはまた調査しましょうか。ごめんごめん、私ちょっと超おもろいこと言うから、とんでもないです。もういろんな、ね、疑問をねこれから解決していくから、どんなくだらないことでも OK って書いてました。はい、そうなんですよ。ということでこのコーナーでは視聴者の皆さんからさまざまな疑問、本当にどんなくだらない疑問でも構いません、うん、スマタのホームページにどしどしご応募ください。今回鳥谷さんのハテナですけど、ちょっと納得いっていただきました？はい、本当だ。若干の間が気になりますね。ちょっとなんか遠くはっていうのがちょっとなんか引っかかります。そのあたりがやって思い始めたの、はい、そこもじゃあまた調査しましょうか。はい、お願いします。はい、はい、ということで魚の獲れたてリサーチでした。